今日はまかない作ります。まかないでね、普通冷凍のハンバーグね、冷凍のハンバーグってこうちゃんと調理してソースとか混じって出るじゃん。なんかね、うちの塾長がね、生協からね、この冷凍の生ハンバーグって買ったのさ。どったもんだべど、凍ったままできんだと。温めたいフライパンに凝ったままのハンバーグを入れ、蓋をしたまま中火で7分から8分焼きます。結構やがねばまいねんだな。途中様子を見ながら下に焦げ目がついたらひっくり返し蓋を回し、3分から4分さらに焼きます。火を止めて蓋をしたまま2、3分蒸らします。起床さして透明な出来上がりです。15分くらいかかるのこれね。え、もう作ってみたいね。そういうわけでね、冷凍生ハンバーグだと初めて見た。でね、まずね、豚踏んで、味噌汁ね、味噌汁、今日はね、これもね、塾上がね、生協からいつも買うしめじ余ってるというので、しめじと油揚げね、後で豆腐入れますね。ほんでね、ほんでねってね、あのね、ハンバーグさつけるね、サラダっこね、なんかね、ここんとこ野菜切ってないので、まああるもので晩ご飯作りますの。別の千切り1個入れるかな。ちょっと黒くなってますね。最近ね、仕入れも少ないんだ。買って物出ないはんでさ、昨日ね、タゲ遅くっても11時まあね、お客さんいれば早めに閉めるんだけど、閉めようかなと思ってね、店の上がり消して階段の上がりも消しちゃおうかなと思ってたら、なんかピンポーンって入ってきたんで、時はまあバゲスト2人入ってきて、もう終わりですかって言ったんで、あ、いよいよ、せっかくこの急な階段登ってきたもの、入っていけばいいけど、どうせ来たんだから、すいませんってね。まあ、檻の人で動画見てて、ずっと来たかったんだけど、で、東京の方さ、ちょっと、天気になるはんで、その前に移動持ってきたってね。んで、動画でね、ピザ食いてって、もうあれ、予約しないば、ダメみたいだから、って喋ってて。で、ただ、食べ物を面倒見せてくださいたんで、もうね、まあ、ピザ食っていけって、え、いいんですかって、もう、生地あるもの、作ってけらねえって、で、ほらほら、予約してけってのは、来てできるだけすぐ早く食べさせたいはんで、予約してけって、大体何でも作るにいいんだけど、なんで、昨日の揚げ物さんは、まあ、悪いな、これから生地伸ばすんで。30分待ち待ってけるにいいかって、待ちますって、いやーピザ食えるんですかーってね。でピザ出したらさ、いやー美味しいって食ってけてな。で2人だったんだけど、子供の子2人で、で4月から東京勤務2、3年行ってくるんだと。でまあ男2人でもあのピザ普通だば食えねえなんでね、二切れ、でもあれ奥さんに残したんだな、二切れ残してさ、あのうちの奥さんにも食べさせたいんで、これ持って帰れますかって、ああ持ってき持ってきね、必ずこれ一回電子レンジでチンして温めてから
オーブンで焼けば始まりがだ味戻るはんでってね、わかりましたって。ほんでね、和菓子と二人でね、まあ、夜妄想があったし、でも、どんだべ、なぼか飲んで食って、時は、5000円くらい飲んで食ったんだけど、お釣り来いってさ、ね、和芸のね、お釣り来いって、ピザ食えるどうも願ったし、本当来てよかったと。で、釣り来いですって、5000円チップインもらいましたね。今ね、もう、私らも、どうしても現金必要なので、非常にありがたいです。でさ、ちょっと、まあ、現金ないとどうしようもないね。お客さん来ないからね。これはね、まずサラダっこと。春巻きもこれ、ジュグジャーの生協から買ったんだと。これまあ、偉いね。うん。豆腐粉。豆腐粉。豆腐粉だな。いつもの通り、この、青森の丸豆腐ね。これさ、安いし、なかなか食感もいいし、トフコー、豆腐粉、これも偉いな。ハンバーグを焼きながら、ハンバーグを焼きながら、春巻きあげるか。春巻きな、あるものこれ。これも盛況のエビ買っちゃった、これ。これもあげないな。これはハンバーグ4枚あげようと思ったけど、ハンバーグ2枚にして、今日はあくまで試食だ、試食。ハンバーグもね、いろんな俺は冷凍ハンバーグ高いの安いの試してるんだけど、なかなかね、美味しいのないね。やっぱり自分でちゃんと作った方が、それはそんな。また、ハンバーグはね、なかなかメニューにするの、大変なので、すいません。まず、味噌汁。味噌汁さ、味噌っこ。でさ、赤味噌なんだけど、お、なんでだったお袋がさ、もう、1年、2年にはならないけど、持ってたわ、味噌粉。ワンカツずつ使ってる。なんかせっかくお袋残してた。捨てないにっきゃ。袋は赤味噌すぎでさ。なんで、味噌汁さ、今ワンカツず入れて、もう特に賞味期限切れるんだけど、なんか捨てれねくてさ。なんでワンカツず使おうと。味噌。味噌悪くなるもんでね。あ、いいですね。うん。味噌汁っこできたんで、味噌汁っこさどれ。と、せっかくあるはんで、ネギ1個入れるかな。ハンバーグ、これ生ハンバーグやってみるかね。とても食べんな、生ハンバーグってな。フライパン粉、あ、ブラック紙がね、普通いいんだべか。
油っこしげって書いてねえもんな。普通油を敷いてとか書いてんだけど書いてねえな。ちゃんと牛肉、青森県産、玉ねぎ、豚肉、いわゆる合いびきだな。卵、パン粉、普通に入ってんだな。まずはやってみるかな。なんでも美味しいバー行っちゃ、美味しいバーまだ買えば行っちゃね。ちょっとちっちゃいんだよね、やっぱり。もう大きいバーの冷凍のまま焼けねえもんな。あ、生って感じだ、これ。こうやって。これどんな鍋？電子レンジで解凍して焼けばもっと早いのかな。それならね、蓋せばいいんだよ、普通な。で、中火で。で7、8分だからで、まず7分。ではそうしてる間に揚げ物をしますかね。揚げ物、揚げ物はこれはさ、この春巻きさ、なぜかいつも破けるんだいな。でさ、俺揚げ物ヘラでさ、これハンバーグ、これ油っこでできて、これいい感じだな、これな、いい感じです。これなんか今日揚げ物うまくいきそうですよ。これなんか油黒いね。あれ焦げてきた。いいんだべか。7、8分だよな。まだ5分も経ってないよ。ひっくり返してみよう。ちゃんと見てらんときっすな、これ。あれこれ焦げてなって、これ7、8分っていう頃の嘘だ、これダメだな。ほんと焦げちゃった。どんだけや。まあいいやな、俺たち食うんだはんねんな。どんだけやな。あ、春巻きは美味しそうにいきましたね。ではね、こうね、このね、まだかなと思ってね、やるとね、ね、はい、だんだん破けるんだいな。あ、今日うまくいった。これうまくいった。よし、今日はうまくいきましたよ。ね、次は一口エビカツ。どんだけやな、ハンバーグ。これ焦げてます、これ。あんうまいねんな。やっぱりこういうのさ、火強かっただべか。いいやな、それで火強かったんだきっとな。揚げ飯できるので塾上をね、メールで呼ぶんだ。そろそろ揚げまんまできますよと。くた、そろそろ揚げまんまできますよって今送った。これ、本当は今ピピピったべ。これで片面なんだよ。ね、ここまでやってたらさ、多分さ、ハンバーグ炭見てくんなってたぞ。というわけでと、これ、わいわい。あれ、こっちすごくこれ、いい感じだ。ひっくり返してたらこれ、いい感じだ。これ、ね、こっち失敗したな。火強かったんだべがな。よし、これでもう少し焼きましょう。もういい感じで揚がってきましたよ。今日なんか揚げ物うまくいってますよ。これ私としてはうまくいってますよ。ほんとや、こ
から国自体揚げ物あまりやらなかったんだな。なんでさ、あまり存じてないんだ。これいいか。これ以上揚げると破けるな。いいとこで、これはなんかさ、昔の捨てたとこで、なんかいっぱいちゃんと揚げないとさ、腹壊すんだけどな。よし、せばハンバーグ。ハンバーグすごいよ。裏さ、これ真っ黒。いや、自分でこねたハンバーグだわ。こういうことないんだけど、これね、それぞれワンプレートでいきますか。これこのくらいだべ。裏これすごいね。まあしょうがねえな、まあ、これをまずこう盛りますね。こう盛ったやつにね、このハンバーグの油こうで、ハンバーグこうにこのハンバーグ用デミグラスソースね、これはかこう、これにねケチャップ少しね、よし、春巻き1人2本ですね。2本、なんか変な組み合わせだな。ハンバーグとエビカツとね、ハンバーグ、それにね、野菜たっぷりね。あ、キュウリ入れるの忘れた。キュウリあったのにな。まあいいやな。まあキュウリっこね、こういう感じね、今日はね。でハンバーグにこれソースね、これにもかけましょうね。ハンバーグにソースこうぬり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 、これね。で野菜はねドレッシングですね。ドレッシングですねってね、なんか先から何しゃべってるか意味わかんねえな。これとりあえず今日はワンプレート、これハンバーグエビカツ全部冷凍食品でした。これは私のね、エビカツね。これに野菜ですね。私はキャベツ多めですね。で、キュウリですね。キュウリ。ドレッシングですね。ソース、ハンバーグのソースね。こういう感じですね。こういう感じ。それでね、お味噌汁ですね。お味噌汁。お味噌汁。これね、豆腐としめじとネギと味噌汁ね。油揚げ。電話だ。はい、アトムです。はい、うん、平常でやってますよ。休み不定期ですね。うんうん、でもほとんど休まないで一生懸命やっておりますので。いやいや、ですか。一つこれることありましたら、はい、
はいはい。駅？ホテルさ、あ、アパ、うん。アパのさ、新町、新町。安方、安方で、安方で見ればわかります。安い方。うん。そこからだと歩いて30秒。うん。はい、はい。だんだ。うん、うん。はい、はい。どこでした？わかんねえけど、なんか。こっちの人。こっちの人。こっちだな。こっちだが。秋田とか。これ、ワンプレート。これね。うん。こういう感じでしたね。あれ、お箸持ってきちゃった。あれ、なんだ。あれ、小麦。大五郎を抱っこして。これさ、表示通りさ、片面7分って書いてんだよ、中火以下で。ま、4分目で丸焦げになってよ。あら、でひっくり返してばこう凍ったまんまでしょ。うん、ひっくり返せばは後から気付けてやったはんでいいんだけど、こっちめっちゃ焦げてるはんで、というわけで、どれ、お家行かないと生ハンバーグだそうだ。皆さん、生協さんですごいあれなんだ。おお、これ。なんだ、本当だ、おいしい、柔らかい。あれ、おいしいで、ね、焦がさねばもついだった。よかったね。私、野菜と蒸し焼きにしたらさ、私はほぼ生焼きになった。失敗だ。めっちゃこう、弱火にさなれと、別に解凍しながら焼くってことなんだよな。どうすんの。なんでも、まあ、このハンバーグ、普通の調理済みの冷凍のハンバーグよりは美味しい。うん、そうらしい、うん、みんな、ラウラ袋から開けてちょっとシャリシャリぐらいでもピーマンに肉詰めとかもみんなしちゃう。まず、あんまりまだいっぱい感染者出たと。ということで、あれも来ません。もう今日多分来ないよ。しかしな、店はなくならないけど、なんか違う方、稼ぐ術を考えないとな。飲食店以外で、うん、YouTube 以外で。YouTube な、ほんとみんないっぱい見てければないんだけど、ほとんどまだおらんのレベルだと収益がさ、全然さ。でな、50万人も登録者いればな、いいんだべ。50万っつったらよく思うほどだね、うん、でもほら、なんだっけ、あの子、10万いる子サッサさんだか。サッサさんだっけ。あの人な。人は PC のであの人の動画はさ、ためになるもん。うん、素晴らしい。うん、俺と全然違うもん。うん、コンピューターの組み立てる動画は森の人たまに見せたくんだけど、うん、素晴らしい。そう、あのね、すごい礼儀正しいしね。うん、もうさ、なんだろう、あ、この子やっぱさすがだなって思っちゃう。10万登録。うん、青森になるけどね。もうためになる。俺らと全然違う。サッサン。サッサン。サッサンな。なんか感じいい人だよな。うん、あ、店だけしても。そう。うん。すごくいい人だ、感じ。うん。ワイン、だから間違いない。で、お酒好きでさね。さすが10万通る。で、ちょっとさ、おばちゃん、ちょっとたまにこう、通りすがり聞ける話がさ、ちゃんとためになる話をお友達同士でもしてる。だ、これな。な、全然おらずしやっぱ10万なる人ってなんそうなんだろう、ね、俺は無理だな、10万な。
な、今日のまかねだってタンダリーと奪い合いで焦がしたらがってな何もためになるよな。まあためになるって言えば、表示さ7分って焼いてたのに焦げだっちゅうはんで、みんなやるときはそういうときは気つけながら3分で見たほうがいい。まあそれに食らえたらために、失敗しないように、失敗すればため。あんでもらエジソンら、あのもうエジソン電球発明した時だわ、うんうん、エジソンなんて言った、あのまあ何回目だかでしたけど、うん、1000回目で着いたと。あでも自分はやっぱ999回失敗したのかと、うん、そうでないと、うん、999回通せばどうなればつかねえかということを覚えたっていう。ああ素晴らしいじゃんマスターは。終わりよければってことなんだな、んじゃない。いやいやいや、うん、だからほらこうな、こういろいろずっといろいろあったけどもね、最後の最後いいことあれば成功すれば、まあ、そういうことやな。その前のことはねだ、うん、勝てば官軍、負ければ俗軍ってなこれ好きなんだでも、うん、でもさっさん、ちょっと今さっさん久しぶりに見たけどいい男なんだよね、イケメンだしね。マスターの昔ね、なもうずっこだねたのでも、ももち俊平昔ジャニーズだったのってな、今もね、まあ俺もなんかためになるとか考えるが、あの今からお料理とかだ、何も喋れねえんで、なんかこう作っていくってな、で字幕でこう字幕で、しかもあの短い前見てくったんだ、まがないってね、自分もさ、自分も動画でねきゃ本当要点だけパパパパってやったら素晴らしいもんよ。何もそういう動画にするな、ねえ面白くない、何も喋ない、面白くない。え、だって黙ってられる、うん、うそわいとかもダメなんだよ。ほっとかもダメ、一回俺マジの料理動画ってやってみるかな、で評判悪かったらやめるわ。どう一回やってみるな、うん、黙って、うわ面白い。まあそういうことだ、まあいつもながら何もためにならないけどさっさんとか見習ってな、そういうことだ。すいません、あの塾長も最近こんなの、ああしばらく暇でしょう、きっと。どうするべで、しばらく暇とかずっと暇だよね。